とした時に対面する鏡に映った自分の気の抜けきった乙女らしからぬ顔に対して、うわひでえなと思ってしまいます。その時の自分の顔といったら本当に覇気もなければ可愛げもない、ひどくて落ち込みます。そこで数々の乙女と関わってきたお二人に質問です。いつでも乙女らしく可愛くいられる方法やコツってありますか？いやー、鏡見てね、うわ、なんだこれって思うことは、もう僕ずっとなので、今更驚きもしないんですけど、そうなのね。ただもう最近ね、もうなんだろうな、おじさんだなって思うね。おじさんだもんね、だってね。おじさんはおじさんだよ。完全に、成長じゃないところに栄養分が使われてるなって感じする。例えばどこだい、そこは。いやー、もうわかんないけどね。わかんないところに使われちゃってる感じね。完全にわかんないところに栄養が使われてるなって感じするよ、ね。神谷さん。何かな？僕だってね、実はね、思い始めてるんですよ。本当かね？僕もね、鏡でね、うわ、おじんって思う。マジかよ。うん。おじんだ。おじんっていう風に言葉を使ってる時点でもうダメだもんね。おじんだーって、思うよ。電人、おじんがーだね。オジンガー Z だよ。マジか。グレードオジンガーだよ。うん、ただね、まあ、まるちゃんさんもね、その、覇気もないみたいなこと言ってますけれども、ただ、僕らはですね、オジンにはなってますけど、覇気は使えるんです。はい。出せます。はい、そうだよね。ガンガン出せます。まあ、そうなんです。まあ、俺らぐらいの、まあ、こう、王の資質を持っている声優になるとさ、覇気を出して相手に大体のこと伝わっちゃうよね。あんた、ちょっと笑ってんじゃん。王の資質で笑ってんじゃん。なんで俺もう、だって急に台本に戻ってさ、びっくりしたんだ。俺すげえこと書いてあるなと思って。もう俺ぐらいの王の資質を持ってる声優になるとさ。ワードとしてはすごい。まあすげえよね。ホットなワードだよね。いや、ほんとそうだよね。まあまあまあ、俺らぐらいのさ、まあ声優になるとやっぱり、そうだよね。王の資質を持ってるし、まあ、覇気を出して相手に大体のこと伝わるよね。そう、なんだったらさっきも出してますから。出します、出します。そうそうそう。1行目と2行目繋がって。ってなくねこれ、まあいいけど、あるでも俺たちはあるよ、覇気が全然あるよ、すごいよ、見せようかって話でしょうねこれね。じゃあ小野くんさ、僕に何かこう覇気を送ってよ。わかりました。もうそれでさ、すぐに当ててあげるから、いいんですか？いいよいいよいいよ、僕の覇気を送っちゃって、オッケー。じゃあですね、じゃあ僕が今好きなものを今から出す覇気で当ててください。オッケー、いいですか？うん、いきます。dmm.com 正解。間違いないよね。いやー、もう伝わるよね。いや、ほんと夢のサイトだもんね。そうですよ。DMM の D は、オノ D の D とはよく言ったもんですよね。そうですよ。うん。違うけど、まあ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 、まあ、最新アニメも見られるしね。最新アニメも見られるし、ね、英会話だってできるよ。できるんだから。もうね。いくらカードが何万円あっても足りないね。なんでカードなんだろうね、あなたね。何が？普通にほら、クレジットカードでさ、登録すりゃいいじゃんよ。そこはほら、歯止めが効かなくなっちゃうからさ。気をつけなさい、あなたも。あ、そうなんだ。自分で買うってことによって、その限度が自分で決められるってことですよ。いやいや、掘り下げないんでいいんだ。あ、そうなんだ、分かった、ごめん、ね。じゃあ今度。あ、いいよ、じゃあ、今度は僕が好きなものを当ててくださいよ。はい、いきますよ。皆さんですよね、はいはい。猫。まあ、そうね。え、なんで諏訪さん、なんか、渋い顔してんの？しょっぱい顔してんの？あ、そういうことじゃないの？普通、うん。え？普通？あ、もう一回？もう一回？あ、ごめんなさい。今の僕猫よりも好きなもんあんでしょうが。猫よりも。いやいや、もちろん猫は好きだよ。うん。猫は、それはもう当たり前。そうそうそう、当たり前、当たり前ってことですね。そんなもん歯に出されたって伝わりますよ。なんだろう、わかった。じゃあ行きますよ。好きなもの当ててね。行くよ。はい。はぁー、あ、わかった。はい。何？金。ああ、うん、そうね、金。間違いないね。大体金だからね。それ何、金くれんのって。マネージャーが仕事を持ってきて、カメさんすいません、ちょっとこの案件なんですけれども、二言目には金くれんの、出やすって言って、あ、じゃあやる。うん、よく見る、よく見る、その光景。即答だから。じゃあ次ね、どうしようかな。小野くんさ、趣味とかさ、ちょっと覇気で送ってよ。あ、僕の趣味、そうそう。いきますよ。はい、じゃあ。dmm.com 正解。間違いないよね。そうそうそう、好きなものであり趣味ね。そうだよね。そうそうそう、趣味と実益すべてを、実益、まあいいや。いやいや、神谷さんもじゃあ趣味送って。じゃあ僕の趣味を当ててもらおうかな。趣味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 。ああ、来た来た。お、なんだ。キャットフードを食べること。ああ、よくわかったね。そうそうそう、味見ね。よくわかったね、やっぱりね。やったー。缶詰とかペロペロしちゃうからね。ペロペロしちゃうから。じゃあ、なんだろうな。これいいな。やっぱりこう、DGS エキスポでやりたいなと思ってることとか、やってみようか。DGS エキスポで
これがいたうーつボーリベインジ正解。ああ、やっぱそうなんだ。その通り。やっぱ棒だよね。ああ、お父さんこと棒だよね。そうね、お父さんこと棒だよね。いやー、そっか、呼ぶかね、エキスポに。そうですね、ぜひぜひまた、来ていただきたいものですな。はい、あ、はい、ください、ください。じゃあ、DJ スエキスポでやりたいなと思ってること当ててくださいよ。はい。いきますよ。はい。出た何逆バンジー出た。まあまあ、やっぱりね、埼玉スーパーアリーナクラスになると天井も高いですから、逆バンジーいけますからね。やりたい。ぜひぜひやりたいまさか。もうフライングやったんでね。そうですよ、埼玉スーパーアリーナ下からボーンっていきますよ。マジっすか、よかった。いや、行きますよ。これは神谷さんのみってことですね。うん、いやいや、やっぱこれもう全員ですよ。全員。全員は、まあ多分まず俺が含まれてるでしょうけど。もちろん。え、横川さんとかもじゃあ。あ、やります。横川ディレクターとか。ピエタクからボーンっていきます。あそこにいたんだってなります、皆さんね。どんどん、次々と、シュボーン、シュボーン、シュボーン。で、ブラーン、ブラーン、ブラーンってなって、下ろしてっていうところから始まりますから。高いよ。っていう、DGS エキスポ、6月26日、25日、26日に、埼玉スーパーアリーナで開催されますんで、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。待ってるよ。なんだそれ。ということで、ディアネーム、マルちゃんさんもぜひ、覇気を手に入れて、乙女王になろうぜ。